西宮東口駅は兵庫県西宮市にかつて存在した阪神電気鉄道本線の駅。阪神本線の高架化工事に伴い、西宮駅との統合にあたり廃止された。阪神本線、西宮市内連続立体交差事業のうち、九十川駅西方から堀切川までの高架化が1991年に着工された。この工事では、 従来の地上線の北側に上りの仮線を付設、従来の上り線部分に下りの仮線を付設、これらの仮線で運行を続けつつ、まず従来の下り線部分に線路一本分の高架橋を建設、下り線を高架化した後に下り仮線を撤去して、上り線用の高架橋を建設し、最終的に上下線を高架化するとして進められた。 当駅は開業以来相対式ホーム2面2線、構造であり、改札口は各ホーム生誕に別々に設けられ、改札内で上下ホーム間を行き来することはできなかった。駅は東川という小さな川のすぐ東側にあり、改札口のすぐ横には踏切の長時間閉鎖に対応し、歩行者専用の地下自由通路があった。この地下通路は高架化に伴い埋められ減損しない。また、 駅と接するような形で住宅が迫っており、仮ホームを設置できるだけの用地的余裕がなかったため、仮線では駅全体を正方へ約150メートル移動し、東川の西に置かれた。なお、上記のように仮線は時期をずらして上下線が付設されたため、一時的だが道路や川を挟んで上下ホームが離れた位置となっていた時期があった。下り線が高架化された際、 上り線は仮線のままで、西宮駅が従来の位置にあったため駅はまだ廃止できず、かといって下り線だけ駅を廃止するわけにもいかないため、高架上の南側に下り仮設ホームが設置された。仮設とはいえ、高架上であるため十分な強度が必要であり、通常の駅とあまり変わらない構造で、エレベーター等のバリアフリー設備も備えていた。なお、 この高架上の下り仮設ホームは、工事開始前の地上駅ホームとほぼ同じ位置の真上に設置されていた。上り線が高架化された際、駅自体が廃止となったため、下り線の仮設ホームも廃止された。仮設の駅舎、エレベーター等の乗降設備、プラットホーム等は全て撤去されたが、上記の通り高架橋自体に駅を支えていた構造があるため、駅の後は、 高架橋がそこだけ南側に広がった形で残っている。施設撤去後は保線用の資材置き場などに使用されている。当駅が存在したことを長く伝えるため、駅跡の高架橋下には地上駅時代の写真を焼き付けたプレートがはめ込まれたモニュメントが設置されている。5500系や9000系に設置されていた路線図平用 LED 式車内案内表示装置では、 当駅廃止後は、今津駅と西宮駅の間に当駅を表す表示部分が黒テープで隠された。なお、近鉄との直通運転開始を機にその路線図式案内装置は撤去された。かつては、西宮神社に向かって東川沿いに西国街道が通っており、隣接する今津村が編入されるまでは、西宮市以外の東端となっていた。これが駅名の由来であり、 現在でも付近は、西宮市役所、兵庫県立西宮病院、市民会館アミティホール、総合福祉センター、西宮市水道局など公的施設が多い。駅跡の北側には、北東方向に JR 西宮駅へと伸びるアスファルトで赤く、舗装された道路があるが、これがかつては、西宮東口駅前商店街であった通りである。 西宮東口駅廃止の方針が打ち出された、時には反対運動も展開されたが、結局その願いは叶わず、駅廃止以降はほぼ全ての商店が閉店するなど、急速に廃れた。商店街の南北の出入り口には、西宮東口商店街と表記されたゲートがあったが、先に南側が撤去され、残されていた北側も2014年から2015年に、 かけて撤去された。路線バスは、阪急バスの、阪神東口停留所が、駅の西側の通りにあり、西宮北口駅や高東園に駅、浅蘭町方面の路線が発着していた。通りが一方通行のため、南港と北港は異なった位置に設置している。廃止後は、南港が戸田町、北港が阪神西宮駅東に解消されている。ありがとうございます。